どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、クライオブフィア、ドクターモード、ドクターズストーリーの方をねやっていきたいと思います。ただこの、モード、バイオハザードでいうところのフォースサバイバーハンク編みたいな感じで、短いかつ、アクション要素の強いモードだったので、難易度が高かったので、かなり練習して1回はクリアしてしまってます。なので完全に初見ではないです。ただ YouTube の方には上げるというふうに、言ったので、まあ自分なりの解説みたいな感じで上げられたらいいかなと思って、やりました。ご容赦ください。一応ここに、ストーリーが出てるので、まあ本編とはちょっと違うみたいなんですが、まあ今回ドクターは、サイモンの書いたあの本を滅ぼすために動いてるみたいですね。でこのドクターモード、回復アイテムが存在せず、武器も5連発のリボルバーだけで、弾も限られてるという状況で、まあゴールを目指せという感じなのでね、なかなかにいろいろと、戦って戦わなかったというか要求されるモードですね。ちなみにこのガスマスクは外せますね。まあ普通に暗視ゴーグルになってるんで被ってた方がいいですけど、一応本編にも出てきたコースなので、それを逆走してる感じだと思うんですが、この人もいましたよね。とりあえず、ここは殴られないようにこう行きます。でこっち側から2体こっち側から2体ドンキ持ったやつが出てきて、こっちはマイケル・マイヤーズガタと俺が勝手に呼んでるやつですけど、そこに人面獣がいて、でさらに奥にベッドがいて、狙撃されるのでここには近寄らないようにまずこっちを釣ります。上に乗ってるとねダメージが通らないみたいなんで、まず降りてもらって、でヘッドショットが通用するんで、ヘッドショットが効きそう、当たりそうだったら撃ちます。で、釣ってたら上に登ってテールと立ち止まってくれるんで、で向こうのやつも釣れましたね。ただもうちょっとこっちに来てくれないかな。でこいつはヘッドショットを狙うのが難しいので、こいつにしてもこいつにしてもこのリボルバーだったら一発当たったらこれ一発で倒せることが多い、ことが多いとしか言いようがないんですけど、ちょっとダメージ量がばらつきがあるのか当たってない時があるのか分かんないんですが、まあそれなんで一発当てたら殴りでいいかなと思います。こんな感じで、で走り寄ってくる時は一発殴った方が足が止まって当てやすいですね。というよりも走ってる時に打っても当たらないことの方が多いですね。体感的には全く当たってないですね。でそこを走り抜けて、でこの先に行くんですが、まあ、見ての通りいるので、あいつは一発で倒せます。ここもね、なんでそんな引っかかるっていうか引っかかるんですよね。ちなみにこのリロードなんですが、リボルバーですけど、本編のオートマチックのピストルと一緒で、まだ撃ってない弾も全部抜いて交換しちゃうので、撃ち尽くしてからの方がいいと思います。でここにこいついるんですが、そこの穴の奥に敵がいるので避けて撃ってですね。でこの先、この這いずってるやつが合計3体出てくるんですけど、全員避けられるので避けていきます。まずこの十字路、こっちに進むんですけど、こっちから1体出てくるので無視してこっちに行っちゃいます。でこの十字路左右から出てくるので、これも無視してまっすぐ行って、でここ出たところで右上の方に行けるところがあるのでそっちに行くんですが、でここですね、ここがまず難所ですね。ここ出たらすぐに右手にベッドの化け物が大量にいて続きしてきて、それを抜けたらドンキを持ってるやつらがいて、それを抜けたら巨人がいてってところなので走り抜けます。ただ押しっぱなしだと絶対に
途中でバテるので、指切りみたいな感じで今のところは左側にちょっと、釣っておいてって感じで、でこの巨人のところで一気に駆け抜けます。これやらないと巨人の攻撃がねこっちに届く時があるのでね、でここは普通に走り抜けます。でここで勢いつけて前に出ちゃうとここに落ちてダメージ食らっちゃうので気をつけてはしごを降ります。ただタイムアタックしてるとかだとダメージは多いけど死にはしないので、それは普通に落っこちるっていうのもありかなと思います。ただダメージ食らいすぎると足が遅くなるんでね、そっちが致命的なんで今回は普通に降りました。でここ開けたところで前と後ろから悲鳴を上げる女型の敵が出てくるんですけど、あんま安定しないんですが、ここも走り抜けるが正解じゃないかなと思います。これで一発ぐらいもらっちゃうんですけど、左で引っかかったら右みたいな感じで私は抜けますね。ここ開けたら右手からマイケル・マイヤーズが来るんですけど2体、右側の、廊下が2本部屋につながってるんですけど、そっち側にも隠れてるのでなるべく左側に交代しながら迎え撃ちます。一発外しましたね。ただもうここまで来るとどっちかというとダメージが怖いので、怖かったら銃を使っちゃっていいかなと思います。ここも2体います。でルート的にはこっちに行けばいいんですけど、弾が落ちてるのでそれを取りに行きます。まずこっちに行ってここに1体います。で奥の扉の中に5発弾があるのでまずこれを拾って、次その中に入ります。結局敵と戦うのでここにもいます。黒字って考えると、まあ、黒字なんですけどここにもいます。黒字なんですけどそんなに量は増えないかなと思うんですが、どうしても後半戦闘があるのでね、弾は拾っておきたいです。でこの先ここにいるんですけどバグだと思うんですが、この道途中から勝手に前進することがあるんですね。体感で9割ぐらい発生します。なんでもう発生したら慌てず撃ってくれるとしか言いようがないんですが、あこれ起きてます。これ今私キーを入力してませんの、今移動してるので、この先にマイケル・マイヤーズがいるのでそれは釣って3体いますね。ちなみにヘッドショットが狙える位置に立ってくれたらいいんですが狙えないと思うので、だいたい撃って叩くと。で3体目が この時点で弾が25発以上あれば上等だと思います。だいたい25発から27発ですね、私の場合。ここまで来たら多分もっと減らせるか、もっと増やせると思うんですけど、まあ危ないのでね。でここ曲がった先にベッドが2体いて、でそれを避けると今度左手からマイケル・マイヤーズが来るんですが、その先にはしごがあるのでそこまで一気に行きます。あそこも当たらん、体感8割ぐらい当たらないんですけど、ね、今当たりましたね。でそのはしごの下も引っかかってマイケル・マイヤーズの打撃とあのベッドの射撃をどっちも食らうことがあるので、ちょっと引っかからないように祈ってくれるとしか言いようがないですね。これ登ると、工事現場なんですが巨人が何体も歩いてるので土管のこっち側が安全かと思います。ただそこの巨人をこう抜けなきゃいけないので、これだけ気をつけてこの穴に入ります。
これもね、タイムアタックしてるんだったらわざわざ端っこ降りなくていいと思うんですけど、穴にまず綺麗にすっぽりはまるのが私は結構難しくてね、だいたい普通に端っこ降りますね。でこの先、こう水があるところでどっちからも行けるんですけど、こっちから行くと敵が多いのでこっちから行きましょう。で水の中から手縛られてるやつが出てくるんですが、避けられるので普通に左側に体を押し付けていけば避けられますね。ただこの先追いかけられてるので焦りがちなんですが、この先が難所なんで、まず普通にあれを打ち抜いておきます。走ってジャンプジャンプしゃがんでジャンプ、いけ、あ、いけた、あー、危ね。ここね、あの水の中からあの手縛られてるやつが出てくるのに加えて、上にあのベッドのやつがいるんですね。で最悪そこを塞がれちゃうので、そしたらもうゲームオーバーみたいなもんなんで、まあ、今回それが起きなくてよかったって感じですね。ここ出てきます。こいつは倒しちゃっていいんじゃないかな。でこの先出てくるんですけど、まあ、あの普通に避けられるんで、この先のやつは避けて避けて、ではしごがあるんで登っちゃって、ただこれも引っかかることがあるので、引っかからないように祈っててくれとしか言いようがないですね。ここも出てくるんですが、もう見えてますね。これはもう避けます。避けて避けて、ここはジャンプで登って、この引っかかるのはやめてほしいですね。このゲームよくありますけど、ね、今引っかかった。でここチェーンソーが出てくるんですが、音がしてないで実は後ろにいるっていうのがあるんで、あの落としてなくても走ってください。あと道は覚えてくれとしか言いようがないですね。ああ、これもたまにあるな。なんか扉入ったと思ったら同じ扉から出てくるっていうのがたまにありますね、このゲーム。ここは敵が出ないですね。今なんとなく避けちゃいました。でここを開けたらこの辺に自爆するやつがいるので、それだけできるだけ早めに撃って対処で、この先もこのタイプのやつが何体か行って、で奥にベッドがいるので、まず近寄ってくるやつを撃って、この中入っちゃいます。でちょうど今弾が切れてたんでちょうど良かったですね。ここでリロードして、そこに弾が落ちてますね。これを拾って、多分初期位置に戻ると思うので、これで、でベッドなんですけど、体を撃てばこのリボルバーで2発で落ちます。でここの部屋には弾が落ちてるので、これは拾っておいて、この時点で残り30発以上あったら、今みたいな時は一発無駄にしてもリロードしてもいいと思います。というのもこの先にあの見てるだけでダメージを与えてくるあの顔が本のやつがいるので、それはさっさと対処しちゃいたいので、2発ですね。ここも、チェーンソーが後ろから来るので焦る必要はないと思うんですが、まあ、道を間違えないように今焦って避けちゃいました。でここ気をつけてほしいのが、私何回か出てきた瞬間ここに敵がいたことがあったので、ちょっとここは注意ですね。でこの先も敵が大勢いるところを走り抜けて、アパートの中に入ります。なるべくスタミナが切り切らないように、かといって巨人もいたりするので、他のやつに何発か殴られる分には構わないので、この生垣がね、それ壁なのかよっていうのが壁だったりするのでね。でここの上にちょっと行っちゃうと自爆するやつが出てくるので、
この踊り場みたいなところにいるんですね。で、スタミナがある程度回復してたらもう行っちゃって、ここアパートですね、あの浸水してたで見えると思いますが、そこにいますね。降りなくても釣れたりするんですが、どうかな、今回は降りないとダメかな。降りなくてもいけた。降りちゃったら後ろ向きにジャンプすれば登れるので、こいつは普通に来れちゃうんですけどね。で、この先にもいるんですが、これはまあ普通に避けましょう。で、そこにベッドのやつがいるんで、さっと動いて、で、こっちがルートなんですが、この上に登ると自爆するやつがいっぱいいて、弾があってっていうところに来るんですが、ここがゴールなんですね。で、ゴールの手前にこいつらがいるので、こいつらと戦うことになるんですが、ここで先に倒しちゃえば最後がすごく楽になるので、これはやっておいた方がいいと思います。で、ここを開けたところにまずあの本のやつがいますね。で、このこっち側から今回新しく出てくる敵、あ、ちなみにあれなんですけど、あれはなんて言えばいいんだ、幻覚みたいなやつなんで、あれはほっといていいんですが、頭に鳥かごみたいなの被ってる、一応デザイン的にあの絶叫する女と同じやつだと思うんですけど、これなんで頭に全くダメージが通らないんですね。なんでしゃがんで、うっそ、初めてだ、あんだけ打って倒れなかったの初めてだ。大体3のはずで倒れるんですけど、足を引きずる状態になってしまった。でも行くしかないな。この先にもこいあいつら出てくるんですけど、走り抜ければ行けるので走り抜けます。この先にも前方から来るんですが、走り抜ければ行けるので行けます。お前忘れてた、あっね。で、ここにあいつがいるんですね。ただここからは撃てないんですね。なんでしゃがんで、くっそ、ダメか。もうこの辺まで来たら弾は結構余裕はあるので撃っちゃっていいんですが、HP に余裕がないな。余裕があるとは言いましたが、こんなに、うわ、初めて見た、こいつここにいるんだ、これ知らなかった、危ね、撃たれなかった。で、子供が抱いて、あそこにベッドが叩いて、弾足りるかな、足りるはずなんだけど、子供方がこの室内に2人います。ただかこうガラスをね突き抜けないんでね、弾が。で、ここを出たら左からチェーンソーが来るので、で、ここがあの自爆するやつがいたゴールですね。うわー、ギリギリだ。
ということで、これで終わりですね。ランキング C か、もうちょっと余裕があるときでも C だったな。で、一応これエンディングシーン6ってなってるので、これも一つのエンディングという扱いみたいですね。で、このクライブフィアって、本編の方に、エンディングが4つプラス、シークレットパッケージみたいなのを手に入れたと思うんですけど、あれを使って到達できるエンディングも一つの、合計5つがあるみたいなんですね。あ、ヒドンパッケージか、ヒドンパッケージ、これ、アンロックされたんですけど、これが、本編の方に現れるということで、これを使うエンディングが一つの、最初の状態 で到達できるエンディングが4つの、5つに加えて、で、協力プレイでやるとまた違う話が遊べるらしくて、そっちのエンディングもあったりして、結構その辺の要素が多いみたいなんですね。まだ、アンロックしてないやつもいっぱいありますし、で、このカスタムキャンペーンってやつも、また新しいステージが、ね、遊べるやつらしいので、まあ、ボリュームはかなりありますね。ただ、この YouTube の方にね、積みゲーを、消化する様を上げていくということでは、クライオブフィアは今回で終わりにしたいと思います。またね、新しい積みゲー、新しい積みゲーって言い方も変だな、また積みゲー大量にやれますので、どんどん消化していきたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それでは終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。